予想屋マスター直前解説、今週は有馬記念です。イエーイ、有馬記念ですね。やったー。なんか瀬戸さんちょっとね、いつもより有馬記念かなというか、なんか気合い入れてね、この辺も開けてきます、ね、はい、僕からいつもと変わらないこれだけどね、なんか、はい、雰囲気じゃないけどね、はい、行きましょう、はい、まずはお知らせです、はい、今週はですね、有馬記念ということでプレゼント企画、馬連的中予想大会を行います。そうですね、まあ、一応僕からのクリスマスプレゼントが上で、はい、下が、玉島さんからのプレゼントですね。はい、上がですね、はい、的中された方には玉島さんの競馬の教科書ピンク本をプレゼントします。これね、ほら、これ15冊ありますね、今ね、あのこれで、はい、競馬の教科書なんですけど、今ね、あの新しい本に向けて絶版になってるので、うん、もうこれね、紙で売ってないんですよ。全然売ってないので、結構 ね、あのメルカリとかで高値になってるんで、はい、ぜひね、でもなんか同じ色？同じ色？あ、そうですね。なので、これをね、はい、ぜひプレゼントするんで、私の今のこの YouTube のコメント欄に馬連を1点書いてください、はい、で当たった方、まあ、多分ね15冊あるんでほぼ全員に行くと、まあ、ちょっと硬かったらですけど、はい、うん、あのほぼ全員に、この今の競馬の教科書を、お送りしようかなと思っております、はい、ぜひね、すごく競馬のためになるので来年の、ね、競馬に向けてぜひ読んでいただきたい1冊だなと思っております。はい、さらにですね、来年の新刊競馬の教科書を予約された方には、そうですね、はい、競馬の教科書ピンク本の PDS 版を差し上げます。そうですね、これあの玉島さんからプレゼントで、はい、これあのね、競馬の教科書のね、あの2月に発売する本なんですけども、はい、これね、今のさっきのピンク本の、うん、バージョンアップされたもので、かなり内容も全く変わってるんで、その、はい、その前に PDF 本を読んでぜひ勉強してほしいってことなんで、予約のですね、した証拠を私に送っていただければ、はい、皆さんにこの PDF 版をプレゼントしたいなと思っております。はい、そしてですね、プロプランの抽選は土曜日朝10時締め切りとなっております、はい、これね、プロプランね、なかなか当たらないと言われてるんですけども、今ね、土曜日の10時に、はい、締め切りで11時に発表なので、もう土曜日の予想からね、もっと言うと、有馬記念もホープールステークスも、はい、見れるので、ぜひ頑張って応募していただければなというふうに思っております。はい、それではまず過去の参考レース見ていきたいと思います。そうですね、今ね、実は枠順抽選中なので、はい、うん、どの馬がね、どこの枠順引くかをね、やる前にまず、過去のレースをね、すぐ公開できる今お話ししようかなと思っております、はい、まずですね、去年の有馬記念ですね、はい、エフフォーリアが勝ったレースです、うん、でね、エフフォーリアとクロノジェレスが人気になっていたんですが、はい、まあ、この時のメンバーでいうと、2着の、勝ったまずエフフォーリアですね、はい、エフフォーリアはですね、中段の外目を追走して外から押し切る非常に強い内容でした。なので、まあ、ペースも遅かったんでね、この内容は外を回って勝ったというのは、はい、着差の4分の3馬身以上に強い内容だったのかなと思います、はい、で、2着のディープボンドに関しては後位の馬込みの中にいて、直線でほら内目に入ったようにスーッとね、あんまりできるだけロスのない競馬をしている2着なので、これはね、あのまあ、クロノジェニスに先着した、まあ、あとね、この、ピークの時のエフフォーリアに、4分の3馬身差っていうのは立派なんですが、少し展開の助けがあったかなという感じがしております。で、あとですね、このメンバーで言うと、あとこの年ね、あの5着のタイトルホルダーなんですが、これはね、8枠16番というね、中山の 2500m でちょっと不利な外枠から、行くまで、この2番手を取るまでに少し足を使ったことと、この時ね、あのパンサラッサが大逃げを打って、うん、これをね、早めにかわしに行ったこと、それを考えると、この5着はちょっと同情の余地があるのかなとは思っております。なので、はい、まあね、このね、去年の内容だけを見れば間違いなく今年もエフフォーリアなんですが、ただですね、その後の今年に入っての2戦があまり内容が良くないよねと。で、あとディープボンドも、この時の2着は、強敵相手の2着というのは価値があるんだけど、少し展開の助けがあったよねと。で、一方タイトルホルダーは5着なんだけども、この年はやはり、大外枠だったこともあって、少しスタートで、前に行くまでに足を使ったことと、やはりパンサラッサの大逃げを、追走して少し早めに先頭に立ってしまったこともあるので、まあこのね、 1,2,5 着去年の内容だけ見ると、まあ確かにエフフォーリア抜けてるけども、ディープボンドとタイトルホルダーはそこまで差がないという見方でいいのかなと思っております。ただね、まあ、今年はちょっと状況が一変しているので、そこらあたりも踏まえてこの後お話していこうかなと思っております。はい、続きまして天皇賞春です。はい、天皇賞春ですね、タイトルホルダーが逃げ切ったレースです、はい、まあ、タイトルホルダーはね、もうすんなりと先手を取ってそのまま押し切るといった内容でした。で、この日はですね、まあ、タイトルホルダーこの後宝塚も出てくるんですが、2戦ともですね、かなりインコースが有利な馬場状態だったので、まあ、このね、逃げの、まあ、確かにね、あの着差が着差なので非常に強い内容だったことは間違いないんですが、ただ着差だけでもうちょっと力をつけて絶対死っていうところは禁物なのは、今お話したように、まず
前が残りやすい馬場でかつインコースが有利な馬場状態での短期逃げというところは大きな、原因だったのかなと思います。ただね、あのラップ的にはね結構厳しいラップだったので、そういう意味で言うとタイトルホルダーこれは強い内容だったのかなと思います。で2着のディープボンドは、8枠18番でまあ終始大外ではないんですが、やっぱり一周外を回らされたこともあって2着なので、そういう意味で言うとコースロスの差がなければもう少し差を詰めたかなと思っております。ただね、ちょっとタイトルホルダーに関してちょっと言うと、これ確かにこの時には強い内容だったんですが、短期逃げで日経賞の時のようにちょっとペースを落としすぎると、まあちょっとねゴール前迫られたところもあるので、まあこういうどちらかというとこの馬の場合はまずインコースが有利で内側が有利な状態で一番強い競馬をするのは、かつ、ある程度ペースを上げて後続にも足を使わせる展開になるとこういう強い競馬ができるのかなというふうに思っております。はい、続きまして日本ダービーです。はい、日本ダービーですね、イクイノックスが出走してくるレースです。でイクイノックスはですね、まあ、この、 あのレースはね、あの前がちょっと離れてやり合ったこともあって、はい、後ろが届きやすい馬場状態だったと。で、それをですね早め先頭で押し切りを狙ったスキビクターモアを、ドーデュースとイクイノックス2頭が追い込んでワンツーだったと。で、これね実は前ね 12,3 頭がやり合ってちょっと前あの話してくれて、ポツンポツンとドーデュースとイクイノックスは追走していたので、そういう意味で言うと、この2頭に関しては若干展開に助けがあったのかなという感じはするんですが、はい、ただ、アスクビクターモア2馬身指しているように、非常に強い内容での、ワンツーだったと。まあ、ドーデュースとの差は、若干ね8枠18番の大外枠だったことと仕掛けどころの差なのかなと思うと、そこまでね、この負けたっていうのは悲観すべき内容ではないなと思ってます。でイクイノックスに関してはこの前皐月賞でも2着に敗れてるんですが、皐月賞の時はこの時はね確かにちょっと外枠が有利な馬場だったんだけども、ちょっと前に壁が作れなかったこともあって早めに動いてしまった分、ゴール前自由グリフに刺されてしまったという、まあ、2回ともね負けて強しの内容なので、そういう意味で言うと今年の3歳世代ではトップクラスと能力と見ていいのかなと思います。でね、この後イクイノックスがね天皇賞秋を制しているように、まあ、今年のね、3歳世代はまあ、レースのレベルというか、まあ、世代のレベルが高いので、そういう意味で言うと、人気になるのは当然の一頭なのかなというふうに思っております。はい、続きまして宝塚記念です。はい、宝塚記念ですね、これもですねタイトルホルダーが、落勝したレースです。はい、で、これもですね実は、去年の、ね、有馬記念と同じようにパンサラッサが、大逃げを打ってくれたので離れた2番手、まあ、いつも言うように競馬の私解説するときに離れた2番手っていうのは、ね、この大きく離してくれたおかげで短期逃げと同じ状態なんですね、馬の気分としては。はい、だからタイトルホルダーにとっては短期逃げで、少しこの、逃げたパンサラッサよりも遅いペースの短期逃げなので基本的には展開に恵まれていると。でかつこの日もインコースが有利な馬場状態だったので2着にシーガースが内から追い込んできているように、やはりインコースが有利な馬場状態でのほぼ短期逃げと同じ状態の逃げ切りという内容でした。でまあね、あのそうは言ってもペースも結構早かったので、力があるところは証明したんですが、はい、ただやっぱり、この、タイトルホルダー2回ともここに今年の宝塚記念と天皇賞春に関してはやっぱりインコースが有利な馬場状態に恵まれていたよねっていうところを頭に入れておいてほしいなというふうに思っております。あとね、この時エフフォーリアがやっぱり人気で敗れてしまったんですが、はい、ちょっとねあのさ今お話したようにこのシーグアスがね内から2着に追い込んできていたりとか、あとね、タイトルホルダーが離れた2番手で圧勝したようにインコースが有利な馬場状態で、実はねエフフォーリアうまくね中段のインコースに潜り込ませていたんだけど、そこからね伸びを書いての6着なので、ちょっとやっぱりレース内容としてはいただけないなと思ってます。本当ね、だから去年の3歳児の、クラシックの安定した走り、あと有馬記念の強さを見るとあまりにちょっとレース内容が落ちるので、ちょっとピークを過ぎたと見るのか、何かちょっと壊れてしまったと見るのか、そこは、大きなポイントになってくるのかなと思います。あとね、あそうか、4着のディープボンドもですね、ディープボンドも、確かにね2馬身2馬身で離されて4馬身差を離されてるんで、まあ、この2回ね、天皇賞春と宝塚記念で勝負付けが済んだっていう見方もできてしまうんですが、はい、ただ2回ともねインコース有利な馬場でちょっと外目を回らされているので、この着差ほど能力差はないと思います。なので展開がね少し恵まれれば去年の有馬記念のようにタイトルホルダーに先着する可能性は、なくもないのかなというふうには思っております。
続きましてオールカマーです。はい、オールカマーですね。ジェラルディーナが勝ったレースです。で、このレースはですね、もう1着が2番、2着が1番、3着3番で、4着が逃げたバビットなんですね。はい、何が言いたいかというと、うちを通った3頭が、4頭が1、2、3、4ということですね。なので、いかにインコースを通った馬が有利な状態だったかという時に、はい、後位のインから抜け出しての勝利だったので、そういう意味で言うと、展開には恵まれたよねって見方ができると思っております。ただ、まあね、着差がね1馬身半つけてるので、そこら辺りをどう評価するかっていうところがポイント。ただね、まあ、この後ねエリザベス女王が勝つんですが、やっぱりねこの、ボバの一戦級相手でも通用するっていうのはこのオールカマーで示したのかなと思います。なので、まあ、ちょっとねこの後もエリザベス女王で解説するんですが、はい、ジェラルディーナに関しては、まあ、このオールカマーもエリザベスも違う意味での展開に恵まれているので、今回もやっぱり勝ち切るためにはちょっと展開の助けが必要かなという評価でいいかなと思っております。続きまして京都大賞典です。はい、京都大賞典ですね。これベラーズールが勝ったレースです、はい。で、実はですね、2着のボッケリーニが中段の、これまで実はあの京都大賞典はそこまでインコースが有利な馬場状態ではなかったものの、ただまあね開幕週の馬場だったこともあって、外が特別有利なわけでもない、若干インコースが有利な馬場状態の中、はい、ボッケリーニが中段のインで足を貯めての2着と、でもうちょっと言うとウィンマイティその後ろの直後にいっての3着で、この2頭をベラーズールはちょっとね次元の違う足で差し切ったので、これはねかなりちょっと力を違うぞっていうところを見せつけました、はい。なのでこの後ねジャパンカップでも、勝つように、そういう意味で言うともこの勝ち方を見れば本当 G1 でも通用する、力を見せたなという感じでした。なのでこれを見るとですね、やっぱりちょっとベラーズールに関してはここの、京都大賞典組、まあ、ボッケリーニあたりも含めちょっと力が違うと見て、京都大賞典組だけではベラーズールを一頭だけ取り上げればいいレース内容だったかなというふうに思っております。続きまして天皇賞秋です。はい、天皇賞秋ですね。これで結構今年の、一番ね記憶に残るレースぐらいのレースでした、はい。でパンサラッサがもう放し逃げを打って、これね大逃げを打って2着に残るってね、本当、はい、これをですねイクイノック、まあ、2番手以降がパンサラッサが大逃げを打ったことによってちょっと動きづらいレースになってしまいました、はい。なのでパンサラッサにとってはちょっと有利な展開だったものを、それをですねきっちりと、まあ、ルメールジョッキーが差し切るというイクイノックスはかなり強かったです。なので、はい、あのね、着差こそ1馬身差だったんですが、着差以上に強い内容だったのかなと思います。でね、3着にもねダノンベルーガが来ているように、こういうところの着差を踏まえると、やっぱりイクイノックスは、まあ、今年の3歳世代でもトップクラスだし、3歳のダノンベルーガが3着に来ていることを見ると、やっぱり3歳世代のレベルも高いってことが分かるので、やはりイクイノックスに関しては今回、まあね、ちょっと中山の小回りがどうのこうのっていろんなねケチをつける人はいるんですが、はい、あの意外とね競馬もそんなにあの下手な馬ではないので非常に、チャンスはあるのかなと思っております。あとね、まあ、ダノンベルーガと5着のシャフリアールがいて、このシャフリアールがジャパンカップで、外を回ってね、このね、外を回って勝ちに行ったシャフリアールが、はい、この後ジャパンカップで2着だったことを考えると、まあ単純な、着差比較ではやっぱりイクイノックスが上と見ることもできるのかなというふうに思っております。続きまして菊花賞です。はい、菊花賞ですね。これ 2,3 着馬が出てきます、でアスクビクタームアが早め先頭で押し切ろうとしたところをゴール前2着のボルドグフーシュと、3着のジャスティンパレスが強襲してくると、で4着以下ちょっと離れるといったレースです、はい。で、まあ一つね、このレースねかなりハイペースだったので、うん、このねアスクビクタームアの勝利は着差以上に強い内容だと、まあねこれね、あのもう一個見方としてはいつも言うね離れた2番手なので、はい、展開には恵まれていたんだけど、ただそうは言ってもペース早すぎたよねっていう内容だったので、はい、アスクビフターマーは着差以上に強い内容だったよねと。で、このボルドグフーシュとジャスティンパレス2頭に関してはやっぱり、このハイペースを追いかけずに、かつできるだけ極力外を回らさない、まあ最内には寄ってないんですが内目をうまく乗ったよねって思うと、やっぱりアスクビクターモアナがちょっと圧倒的に内容が強かったの でかつね、あの日本ダービーでアスクビクターモアが、イクイノックスと、あたりに、まあ、ちょっと ドーデュースに簡単に刺されてしまっていることを考えると、やっぱり、クラシックで上位だったイクイノックスが上位で、菊花賞の、アスクビクターモアが勝ったように、菊花賞はアスクビクターモア以外クラシック上位組は出てこなかったよねって見ると、はい、やっぱりこの
ね、アスクビクターもよりさらに力が落ちるボルドグフーシュとジャスティンパレスはよほど展開に恵まれない限りは厳しいという見方でいいのかなというふうに思っております。続きましてアルゼンチン共和国杯です。はい、アルゼンチン共和国杯ですね、このメンバーからはですね、勝ったブレイクアップが出走してきますと、はい、でこの日はね、なんか結構インコースが有利なんで、うん、まあこのね、2、3着馬8枠でちょっと外も来てるじゃんと思うかもしれないんだけども、レース見ていただくと初座るなんかも内に潜り込んでの、はい、今度の2着だったように、まあブレイクアップに関しては、にあの先行した2頭から離れた3番手のインコースをポツンと気分よく追走しての3着、はい、かつロスない競馬で、ハンデも54キロで恵まれて、それもですね、本当 G2 とはいえどもオープン特別に毛が生えたぐらいのかなり弱いメンバー構成だったと。でそういうことを踏まえると、ちょっとこのブレイクアップの勝利は個人的にはあまり高い評価は不要だし、かつ、さらもうね、メンバーも全てがめあのハマっての勝利なので、そう考えると今回の有馬記念では通用しないという見方でいいのかなというふうに思っております。はい、続きましてエリザベス女王杯です。はい、エリザベス女王杯ですね。先ほどね、ちょっとお話ししたのはこのレースに関してはジェラルディーナ、さっきねオールカマーでは、内枠有利な馬場に恵まれての勝利だったんですが、はい、この日はねエリザベス女王杯は直前のね、午後ぐらいから大雨が降って、うん、もう大雨がね降ってる最中は阪神意外と外が伸びるようになるんですね、はい、その馬場状態に恵まれて、実はねほら、1着から5着ぐらいもね18番13番15番14番11番と外しか来ない中の大外枠で直線大外から差し切ったといった展開に恵まれてます、はい、なので、まあ、着差こそね1馬身4分の差で3で立派なんですが、やっぱりハイペースの前崩れの競馬に恵まれた、まあ、赤い糸も出てくるんですが赤い糸もっと後ろなんでね、まあ、あのまあまとめるとジェラルディーナの方が赤い糸よりもいいのは間違いないと。ただジェラルディーナ自体もオールカマーと同様2戦連続で展開に恵まれたので、この2連勝だけで本格化したと見て人気になりすぎるようであるとちょっと嫌だなっていう感じはするんですけど、だからまあ今回ね構想するためには展開の助けが必要という見方でいいかなと思っております。続きましてジャパンカップです。はい、最後ジャパンカップですね、はい、ベラアズールが勝ったレースです。でベラアズールはね、先ほどお話したようにもう本当京都大商店が衝撃的な着差以上に強かったんですが、これもね強かったです、はい、で中段の馬込みの中で足を溜めて直線ね結構行き場を失っていて、これねあの前開かないんじゃないかっていうところをこじ開けて勝ったので着差以上に強い内容でした、はい、なのでこれね本当スムーズならばもっと差をつけていたのかなというところはあります。たださっきお話したようにこのシャフリヤールが2着だったように、ちょっとね今年のジャパンカップは、ね、3着ねベルトライゼンテぐらいなんで首差でね、でこの今年の有馬、ジャパンカップはなんか一戦もうジャパンカップのレースのメンバーを見た時に今年メンバー弱いなって感じがしたぐらい、ちょっとレースのレベルに疑問が残るので、はい、まあこのベラーズール確かにこのメンバーのこのジャパンカップのメンバーに入ればかなり強かったのは確かですが、はい、あとねまあうちでロスなく乗ったのもあるし、であとやっぱりちょっとメンバー弱かったんじゃないかなと思うと、やはり天皇賞の、勝ったイクイノックスだったり、あとね春で G1 2連勝したエフフォーリアの方が人気になるのは理解できるのかなとも思っております。ただねベラーズール意外と人気にならないタイプなので、ここであんまりね人気にならないようであれば少し狙ってもいいのかなというふうに思っております。はい、それでは枠順が確定したというところで、はい、マスター展開はどうなりそうでしょうか。そうですね、3分前に確定ね、はい、確定したばっかりなんですけど、うん、抽選見ててねタイトルホルダーが早めに外枠を引いたんだけれども、はい、ただね内枠に先行馬がいないんで、今年の場合先行馬がいないんで、そうですね、タイトルホルダーが短期逃げになると思います、はい、だからこのね外から先手を取るまでにどのぐらい足を使うかによってタイトルホルダーが残れるかどうかが決まるのかなというふうに思っております。あとはね意外と競ってくる馬もいないんでペースも落ち着くと思います、うん、なので、スローの上がりの勝負と見ていただければいいのかなと思っております。はい、それでは一頭ずつ見ていきたいと思います。1番赤い糸、なんかね1番引いたんだけど一番どうせどんじり走るからね、もうちょっと他の馬に譲ってあげたかったなって感じがしますね、まあ、基本的には通用しないと思います。はい、はい、2番伊豆城の奇跡、これね府中牝馬ステークスで内出しを貯めてね、差し切ったように内出しを貯める展開がこの馬の構想パターンなら間違いないんですが、ただまあメンバー強いんでね基本的には通用しないという見方でいいと思います。はい、3番ボルドグフーシュ、これもね後ろから行く馬なんでね、だからこの枠順じゃなくてむしろ外引いてね、あんまりかぶされない方がいいかなって感じもするんだけど、ただね、まあ、先ほど、ね、お話ししたように菊花賞の2着はやっぱりハイペースの展開に恵まれたので、はい、今回ちょっとねペースが落ち着きそうなんで基本的には厳しい展開になるかなと思います。ただね福永ジョッキーが最後の有馬記念ということでね、はい、ちょっと皆さん注目はしてるのかなと思います。はい、
4番アリストテレス、まあ、一応ねこれがね、どのくらい突っ張るかっていうところで、はい、タイトルホルダーが楽に逃げられるかどうかが決まるのかなと思ってますが、まあ、ちょっとね最近の成績を見るとちょっとこの、ね、有馬記念では通用しないのかなと思います。なのでこの馬に関しては通用しないけども、タイトルホルダーをどの程度邪魔するかによって、まあ、このレースの、展開が決まるのかなと思っております。5番ジェラルディーナ、そうですね、さっきお話したようにオールカマーは内枠で展開に恵まれたと。でエリザベス女王杯は外差しの展開に恵まれたので2回とも展開に恵まれたんですが、ただねこれちょっと面白くて、はい、1さんが、後ろに下がるんで、で、まあ、アリストテレスが前行くんで、必然的にね好意の因の流れに乗りそうなので、はい、この枠順はね結構恵まれたし、まあね、クリスチャン・デムールジョッキーなんでね、ちょっとあんまり僕ねここ2回恵まれたから人気の割にとは思ってたんだけど、はい、ちょっとこれは買わざるをいけない枠順を引いたのかなと思っております。6番ベラアズール、うん、これもね先ほどお話したようにジャパンカップね、こじ開けて強い内容だったし、はい、京都大賞典はかなり衝撃的な強さだったので、はい、でまあね前回を見るとそこそこね、まあ、前にはいけないにしても、極端に後ろになることもないと思うので、うまくですね前がさばける展開になるなればやはりこの3枠2頭に関してはかなり注意が必要という感じになってきたのかなと思っております。7番エフフォーリア、まあね去年の勝ち方強かったからね、去年の勝ちっぷりを見るとこの馬なんだけど今年の2戦をどう見るかですね。なので立て直されて、体調さえ戻ればこの馬だけども、はい、ただなんかね、まあ、僕あんまり調教とか見ないで何とも言わないんですが、馬体を見ると太いとか言われてるんでね、はい、そこら辺りがただねみんながねそういう時に限って競馬ってくるからね、はい、そこは何とも言えないんですけど枠順自体はね悪くないんで、中段で足を溜めてうまくロスなく乗れば、復活劇があってもおかしくないかなとは個人的には思っております。はい、8番ウィンマイティ、そうですねさすがにちょっとメンバー強いですね、厳しいでしょう。9番イクイノックス、うん、やっぱりね、天皇賞も強い内容でしたし、ね、ほぼね皐月賞ダービーも2着に負けたとはいえ、はい、勝ちに等しい内容での2着2着ということを考えるとやっぱり能力的にもそこを見せていないし上がり、まだね、まだね上がり目もありそうだし、力はあるので、あとはねこの馬なのか、タイトルホルダーなのかはやっぱりタイトルホルダーにとっては短期が理想で逆に、外の差しが届く馬場になったり、はい、あとね内からさっき言ったアリストテレスがちょっと競りかけてくれるとイクイノックスが有利になるという感じがするしますねという感じですね。10番ジャスティンパレス、そうですね、前回ねボルドグ風手に刺されてしまったんですが、まあ位置取り的にはやっぱり追い込みが有利だったので1列前にいたので、ね、その分の差と見ればそこまで差がないのかなと思います、はい、でねマーカンのジョッキーなんでね、うん、このボルドグ風手とは逆転があってもおかしくないと、はい、ただ、まあ、3歳で見ればやっぱり春ね、日本ダービーで全く通用していないことを考えると、はい、やっぱりこれならばイクイノックスが普通は来るよねって思うと3歳ではイクイノックスが最上位で、まあ、さっき言ったねこのボルドグ風手とジャスティンパレスに関しては3歳がすごい強いねって思う方は少し抑えていただくぐらいの程度でいいかなと思います。11番ラストドラフト、まあそうですね基本的にはちょっとね、オープン特別とかそこら辺りでも勝ちきれないタイプなんで G1 で厳しいでしょう。12番ポタジェ、一応ね今年の春の G1 大阪杯を制した実績はいいんですがその時はインコース有利な馬場で好意、のインで流れに乗ったのでまあちょっとこの枠順かつねやっぱりその中山の 2500m はちょっと厳しいという見方でいいかなと思っております。13番タイトルホルダー、そうですね基本的には内枠の方がいいかなっていう感じもするんですが、はい、まあただこの馬以外逃げ馬がいないんで、まあ、先手を主張すれば他もそんなに競りかけてこないかなと思うとやっぱり短期逃げ濃厚なので、そういう意味で言うとこの馬にとっては展開に恵まれるのかなと思っております。ただね、さっき実は話したように、はい、宝塚記念とか天皇賞とかこの馬の場合はどちらかっていうと少し早いぐらい後続が足を使うぐらいのペースで逃げた方が持ち味を発揮するタイプなので、はい、あんまりねなんか楽に逃げたところで、はい、日経賞みたいにペースを落としすぎると、うん、なんか瞬発力ある馬にやられそうなのでこの馬が勝つにはまず最初楽に逃げてその後、うん、少し後続に足を使わせるぐらい速いペースになんか 2,3 番手の馬ちょっと続いてくれたぐらいのペースの方が、この馬にとってはチャンスが大きくなるのかなと思っております。14番ボッケリーニ、そうですね、ジャパンカップちょっと負けすぎですしね、ちょっとこのメンバーでは厳しいという見方でいいと思います。15番ブレイクアップ、そうですねこれもさっきお話ししたようにアルゼンチン共和国会で好意の因で流れに乗っただけなのでこの枠順だしもともとねこの馬ちょっと力は足んないなと思っていたので、はい、この枠順では厳しいかなと思っております。
16番ディープボンド。ちょっとかわいそうな枠順引いちゃったなって感じがしますね。一応ですね、なんか内枠引いてればこのままちょっと穴で面白いかなと思っていたんですが、はい、ただね、ちょっとこの枠順だとね、よっぽどうまく乗らないととは思ってます。ただね、競馬ってわからないもんで、みんながね、外枠引いたからディープボンドダメってみんなが思ってるじゃん、はい、そうするとね、わかんないけど、ババが意外とフラットな状態だとすると、外でもね、来たりもするんで、ちょっと人気を落とすようであれば逆に少し狙うっていうのは一つの手かなと。ただ条件としては、はい、インコースが有利な馬場状態にならないこと、それがやっぱポイントになってくるかなと思います。なんでただ先週の、ね、競馬を見てると中山の芝に関してはそこまでインが有利とか、まあ、普通にフラットの状態外枠も来ていたので、うん、あとだからスタートでむしろ出していくと、位置を取るまでに足を使っちゃうんで、はい、もう一発少し、できるだけロスなく乗るために、ちょっと位置を下げて足を溜めて、うん、外枠でも、ちょっとロスない競馬をして、かつさっきお話したようにインが有利な馬場じゃないっていう条件で狙うっていうのは少し可能性があるかなというふうに思っております。はい、以上16頭となります。それでは最後に見解をお願いします。そうね、さっきから話しているにも、一つはタイトルホルダーが短期逃げになって、それでちょっと話し気味の逃げようとはやっぱり、まあ、メンバーも競りかけてくるままみたいにタイトルホルダーの逃げ切りが有望と。ただ、何かが競りかけてくる、あとはペースを落としすぎる、その場合にはやはり差し勢というところで、まあ、当然ね、人気のイクイノックスは、崩れなく走るので、今のね中山の差しもそんなに不利のない馬場だったら当然差し切りまであるし、あとね枠順的にいいなって感じがするのはやっぱり3枠2と、うん、で、あとエフフォーリアなんかもこの枠順ならば、ちょっと立て直してね、ちゃんと体調さえ戻ってればって感じ、うん、ただねエフフォーリアの場合ちょっとここに線があまりないが悪いのでちょっと壊れちゃってるかなって心配はあるというところですね。あとは本当はもともとちょっと買いたかったディープボンドが外枠引いてしまったんだけども、さっきお話したように外も不利のない馬場で川田ジョッキーが思い切った競馬をすれば少しチャンスがあるかなぐらいの感じだと思います。ね、ちょっとね内側にね1枠2頭なんかもちょっとあんまりいい馬じゃないので、そこら辺りがね面白い馬引いてればちょっと馬券的にはと思っていたんですが、ただまあ人気馬2頭が強いとはいえまだ、他にもねチャンスがある馬っていうのがあるっていうのは分かっていただけたかなと思っております。最後、はい、手塚さん、ね、今年最後だからね。人気は2頭も気になるんですけど、やっぱ福永ファイナルの3番ボルトですよ。ああ、なるほどね、はい、福永ファイナルでも、はい、福永ね本当いい枠引いたので、うん、ちょっとね行き足がつかないタイプなので、はい、そこが問題なんだけども、ただね中段のインで足を溜めて、うん、じっくり足を溜めて直線打ちをつくとかね、なんか思い切った競馬をすれば少しチャンスはあるのかなと思っております。はい、以上今週は有馬記念の直前解説をお送りしました。この動画が良かったなと思った方はチャンネル登録高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。